ちがこの現場にいるということを何よりも感じる人なんですね。この話を先ほど聞いて私の中でのもう日産愛がもうすっかり炸裂してしまいました。皆さんもぜひこの姿、この音、この匂いを記憶に残していってください。